風景やね、ピクチャーコントロール風景で飛行機 Z8 なので飛行機の認識というものは優秀でございます。飛行機のね認識、文字で消えちゃってるかな、ここですね、 LS って書いてますので、ピクチャーコントロールね、こういった形になります。まあ飛行機撮るのも快適ですよであったりとか、こういったねラッコさんの置物であったり、これは SD やがスタンダードかな、ラッコさんの置物、まあ 400mm なので、あのボケ鉢もねすごいな、圧縮効果もやっぱあるなというところでございます。今回の作例はすべて Z8 と、50、400の組み合わせ、もうなんかねもうぴったりなので、もう快適に撮ることができたのでこの組み合わせで撮っております。で次が、モノクロームかな、 MC モノクロームでございますね。モノクロームでちょっとね、お家というか建物のところから出てくる光のラインと、横に飛ばっているバイクかなっていうものの、写真という形でモノクロームにしました。結構ねあのカラーだと普通の日常に見えちゃうので、なんかモノクロにねしてアスファルトの質感っていうものを出すような作品としております。でこちらはペンギンさん、可愛らしいね、後ろがねやっぱりその水面のキラキラっていうところが反射していて、これは風景とかビビとかで撮った方が良かったかな。結構プールのこの青いところが飛んじゃってるところが、飛んじゃってるというか、まあ、青く映っちゃってるんでね、分かりやすく、なのでまあスタンダードで撮っておりますが、まあもうちょっと色パキッとさせるねピクチャーコントロールで撮ってもいいかったかなとは思いますが、まあ可愛らしいというところですね。でこれはまたモノクロームでドアでございます。もうシンプルです。ドア。もうただのドアをモノクロームで撮ったと。ただ、まあこうと切り取り方とか高さとかね、いろいろ、ラインとかを意識していくと、なんかいい感じに映りますので、こういった形で撮ってきたという形です。なので、まあ、動物であったり飛行機であったりとか街中のねスナップ的なところを撮ることもできますよと。で先ほどのペンギンさんのねちょっと別カットをモノクロームで、対応しているものに、対応というか撮影しているものになりますね。後ろの水面のねキラキラなんかもまあ見えるかなというところがありますし、街中のねスナップで日中ね日差しが強いというところもあって、あの日傘ね差されている方で、ここからは1個前はどうやったかな、モノクロームですね。こっからは、現像処理入れてるかな、ローでライトルームっていう形になっているので、この辺りからですね、あの次進んでいく写真は、ローの、現像の処理が入っているというものになります。ちょっとね、手を加えているってものですね。飛行機も先ほどは左下から進んでいくものに対して、今度は右奥から帰ってきた、飛行機の、まあ、夕焼けの雲の中のシーンになりますね。ちょっと青っぽくね、色を青に転がしていると。で、こちらはですね、シャドウオフのところをちょっと調整した写真になりますね。自転車のね、パーキングって書いてるのかな？パーキング、自転車、駐輪場、ここですよっていうところに、左側にね、走っていく自転車っていうものが、こう、わっと横切った瞬間を、撮影した。でも、そうだと、このパーキングのちっちゃい置物っていうの、看板っていうの、目印が自転車で重なっちゃうと、自転車をただ流し撮りしただけでにゃっちゃうので、パーキングを映しつつ、で、左側に初めね、こっち側ですね、左側に自転車の前輪が入ったタイミングを狙ったとこもあるんですけど、なんか収まり的にこっちの方がいいかなというところでこっちをセレクトカットという形で残しております。でこれは、空です。飛行機待ってる間ですね。ただ何も撮らんと時間過ごすのもなんかなっていうところがあったんで、空を撮ってちょっと色味をね可愛らしい感じのちょっとエモーショナルな、色味にしてですね、ちょっと夕焼けがかりつつある時間帯の、空というものを、撮影しておいたというところですね。でこれは電柱の影でございますね。たかが影されど影、建物に、入る、まあ、西日の夕方ぐらいの時間帯の影というものを、撮影しているものになります。こういったものね結構私、好みなのでよく撮ってたりもしますよといったところですね。で次が今度は朝日のタイミングだったかな。今の時期ってすごく暑いんですよ、撮影中ね。でそんなみんな言われんで分かっとるわと思うんですけども、やっぱ朝とかね夕方とか、まあ、夜の時間帯でのまあ撮影っていうものを積極的に取り入れておりますので、朝の時間帯の太陽昇ってきた、やばいやばいやばいみたいなねところが、これから暑くなるぞ、あと30分から1時間したらめっちゃ暑くなってくるぞ、逃げろみたいな感じで、帰路に戻るね、帰宅途中のところのお写真だったりもしますと。
いう形ですね。でこれ先ほどのペンギンさんの別カットというかリラックスモードやね、首がもうあらへんね、なんかちょこんって座ってしもとる状態やね。さっきとなんかさっき結構キリッとしとったんやけど休んでるシーンでございますね。首が埋もってしもとるわというところでございますね。でこれが、ラストかな。ね、時期的にやっぱ暑いからなのか、ちょっと鳥があんま見かけなくて、まあ見かけたのが鳩とカラス、スズメもほぼおらんかったかな、セキレイもムクドリもまああんま見かけんかったかなっていうところがあって、まあ夏ど真ん中、まあ暑すぎて鳥たちもね早い時間帯でもそんなに出てこうへんってところがありまして、これあの分からんよね、シルエットでなんて逆光になっているので、初めあ逆光のとこにおるわと思ったんですけど、こういった時って選択肢あるじゃないですか。後ろ吹っ飛ばしてしまって、野鳥の色を持ち上げてどの野鳥かを識別できるようにするか、もう私が選んだのは野鳥はもうシルエット、もう逆光で真っ黒にしちゃって後ろの空を、逆にちゃんとキャンバス的な、背景として選ぶっていうところで、私はもう、あまり光自体が入っていない時間帯、朝のまださっきの太陽が昇ってくる直前の時間帯なんで、そんなに光自体は強くないので、もうそれやったら野鳥をシルエットにしてですね、撮影したという形になります。ちなみにイソヒヨの、メスでございますねという形になりますと。でこれが先ほどのペンギンさん、ちょっと首うわって埋まってたペンギンさんいたでしょ、あのペンギンさんの、400mm の FX と DX の比較になりますね。 FX やったらまあこれぐらい入るよねっていうところで、 DX に切り替えたらどれぐらいでかなんねやろ、ドンみたいな、でか狭みたいなところがあって、でもあの撮影対象のねペンギンさんしっかり写し取るには DX600 っていうものが使えるんだなと。で 400mm でペンギンさんって言うても40-50cmぐらいねあったりするから、そのサイズのものを写そうって思うと、その結構距離離れててもね、まあ大きく写し取ることができるので、やっぱ400、DX600 っていうのは便利だなっていう印象があります。